はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、新しいドリッパーのご紹介でございます。はい、それがこちら、名前をコフィル・フジと言います。ペーパーフィルターのいらない、いわゆるセラミックフィルターってやつです。コーヒーのドリップってフィルターごとにいろいろ味の違いがあって、まずペーパーですね、一番王道なやつだと結構すっきり入る感じ。ペーパードリップはすっきり万人受けするクリアな味の、コーヒーが入れやすいです。で、あとはネルフィルターとかは適度に油分が落ちて、コーヒーのボディ感とかがね、すごく感じられて美味しいんですよ。特に深入りにおすすめかな。あとは金属ドリッパーとかね、あのステンレスフィルターってやつですよ。というのは、ネルフィルターよりも油分が、結構強めに落ちるというか、細かい微粉とかも落ちるから、ちょっと飲み応えのあるコーヒーに仕上がる感じですね。で、このセラミックフィルターは、そうですね、そのネルフィルターと金属ドリッパーの、間くらいの感じかな。しっかりコーヒーの美味しい油分も落としてくれて、金属ドリッパーほどこう粉が落ちない、非常に美味しいコーヒーが入るドリッパーかと思います。まあでもまだこれ開けてないんで、とりあえずこれから、試してみたいと思います。で、これがですね、ここ富士、コフィール富士って書いてありますけど、そう、富士なんですよ。僕ね、山梨県出身で、富士山大好きなんですよね。その富士山をかたどったドリッパーです。正直言います、形でそそられました。ほんとこれね、めっちゃ可愛いんですよ。開けていきます。よいしょ。はい、まず出てきたのは、フィルターの受けの部分と、このコフィルの説明書で、フィルターかな、を出てきましたね。それじゃあいきますよっ。じゃじゃーん、これね、撮ったら絶対驚きますよ。じゃじゃーんほら見てくださいよ、この色、めちゃめちゃ可愛くないですか。富士山ですよね、完全に。だからコフィル富士なんですよ。今まで見てきたあらゆるドリッパー、そのどれよりも本当に可愛い。この受けに乗っけると、はい、こんな感じです。やばないこれこれはおしゃれやろ。で、セラミックフィルターの特徴として、結構表面がザラザラしてるんで、焼き物なんでね、こういう受けに乗っけても、ガタつかず、しっかりね、止まってくれます。サイズ感も思ってた通りちょうどいいですね。すごく入れやすそう。で、すごいこれ芸が細かい。ここにあのリブみたいな感じで、富士山の線が入ってますね。より山っぽくなってる。これ再現率がやばいっしょ。時期なんで適度に重みもあってね、すごく高級感あるし、何よりもこの時期でこの色を出したってのがすごいよね。今まで僕が使ってきたってか見てきたセラミックフィルターって、大体灰色とか黒なんですよ。時期でこれだけの色を出すのはすごい技術がいるらしいんですよね。詳しくはよくわかんないですけど、それでも僕が今まで使ってきたどんなドリッパーよりも選ぶ楽しさがあるドリッパーだと思うんですよ。はい、ということで、こちらが赤富士、そして緑富士。これちょっと色補正しちゃってて微妙にこう暗くなっちゃってるけど、結構ね、発色豊かな緑です。貴富士、桜富士、そしてもちろん白富士もいます。いや、このラインナップは豪華すぎるでしょいや、僕これまでずっとコーヒーの市販のドリッパーって、デザインが少ないなと思ったんですよ。色も形も、結構利便性を追求して、シンプルな色にしたものばかりで、もちろんそれはいいんだけど、さらにそこへ選ぶ楽しさが加わったら、毎日ね、毎晩コーヒーを入れてコーヒー楽しんでるわけだから、そのコーヒーの道具自体にもこう楽しさがあったら、よりコーヒーって楽しくなると思ったんですよ。そこへこれですよマジでこのプロダクトは素晴らしいね。はい、それでは早速コーヒーを入れていきたいと思います。今日使う豆はこちら、堀口コーヒーのガテマラサンタカタリーナの深入りですね。僕のお気に入りの豆です。このセラミックフィルターは、油分を通してさっき言いましたね、油分が多い、よく染み出してくる、深入りの豆がおすすめです。もちろんね、浅入りとか中入りでも美味しく入るんですけれども、顕著にこのフィルターの特徴が出るのは深入りかな。深入り好きに特におすすめなドリッパーフィルターです。だからもうほんと僕と相性ぴったりなんですよねあーあ
あ、いい香り。火加減はちょっと粗めくらいがおすすめです。はい、そしたらドリップする前にまず湯通しをします。これはもちろんドリッパーの保温性を上げるためでもあるし、あとは匂い取りと消毒の意味もあります。で、特に今回新品なんでね、念入りに行かせていただきます。結構隅っこの方までしっかりいこう。いいね、すごいスムーズ。お湯がすごい引っかかり一切なく落ちる。これはいいね。でね、あ、なんか新品特有の変な香りとかもない。で、お、OK、お湯切れもちゃんといいですね。で、熱くなってるとは言っても持てないレベルじゃないから、しっかりこう調整とかは軽くできますね。はい、それでは入れていきます。お湯の抜けかなりいいですね。詰まって遅くなってしまったりとかがない。うまそうこれだいぶ従来のドリッパーより改良されたらしくて、詰まりにくくなったけれども落ちるのは早くなったらしいんですよ。確かにその通り。それでは下ろします。よし、 OK、 入れ終わりました。ちょっと動画だとね、分かりづらいかもしれないんですけど、この水面がキラキラ光ってるんですよ。きめ細かいフィルターを通して油分が透過されたんで、飲み応えのあるね、コク深いコーヒーになってると思います。じゃあ、いただきます。あー、いい香り。いただきます。あああのね、やっぱまずまろやか、柔らかいで、コク深い。あ、ちゃんとやっぱフィルターがきめ細かいんだよね。あの、口当たりは、唇に触った感じ、舌に触れた感じはすごくまろやかで繊細なんだけど、しっかり味わっていくと、コーヒーがね、甘いかな、この適度な油分感が、あの、苦味を緩和してくれていて、まろやかになっていて、で、コーヒーの持っている甘さ、
もともとコーヒーってフルーツだからね、それの持っている甘さが際立っていてうまい。うん、あ、これはうまい。うん、コク深くて柔らかいコーヒー、抜群だわこれ。うん、抜群だわ。で最後まで注いでみると、ああなるほどね。うわ、めっちゃ細け。あのいわゆる微粉、そこに沈殿する細かい粉みたいなものがほぼほぼないですね。なんかもやとか煙みたいな感じで、ちょっとうっすら見えるかなくらいで、多分ねこれだけ飲んでも、うん、あ、わかんない。全然ザリザリ感とか、こう、粉粉する感じが口に残らないから、多分最後まで飲みやすく、綺麗に飲み切れると思う。美味しい。優しいコーヒーですね。いや、コクは深いのよ。しっかりあるんだけど優しいのよ。いい意味でコーヒーらしく、いい意味でコーヒーらしくない。うまっ。で、あ、ドリッパーね、やっぱり、あの、コーヒーを入れたことによって、少しなんか、ブラウンがかったというか、グレーがかったというか、若干白部分に色がつきましたね。ちょっとこれ軽く洗ってきますわ。まあ、これ洗剤使って洗っちゃいけないので、粉をね、捨てて、こう水でジャージャー流すだけなんですけど、ちょっと行ってきます。はい、戻りました。そして、戻りました。すごくない？結構綺麗に落ちたよ。まあもちろんね、長く使っていけばより色もついてくるとは思うんですけれども、こんだけまあ綺麗に落ちて、ビジュアルも保ってくれて、で、美味しいコーヒーが入って、これマジでよかった。あの、抽出もすごく早かったし、思った以上に早かった。期待以上だった。正直早くなったとは言っても、まあセラミックフィルターだから、まあまあ遅いだろうとは思ってたんですよ。だけど、普通のペーパードリッパーと比較してもまあ早いくらいで、技術って進化してんだなと思いました。すごくまあ総評としていいドリッパーだと思います。本当に久しぶりにそそられた。ときめいた。いいドリッパー。はい、というわけで、じゃあこの商品リンクは下に貼っておくんで、もしよかったらチェックしてみてください。はい、というわけで、じゃあ今日のカズマックスの、コーヒーワールド、セラミックフィルターコフィル富士のご紹介でございました。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。